今日はね、2号線沿いにあるどんどん店に来ました。焼肉ランチ850円、こちらでございます。昔からあるんですけど、こちらが本店なんですよね。まあ、岡山県で一番ね、ファミリー向けの焼肉屋さんということで有名なんですけど、今日こちらお邪魔しようかなと思います。以前もね、撮影は他の場所でやったんですけど、ちょっと撮影します。はい、ありがとうございます。よし、はい、よし。どんどんてランチ850円、あります。こっちが醤油だれで、こっちが味噌だれね。はい、
カーノ大根おろしと、おろしにんにくね。これでいきましょう。個人的には味噌ダレが好きですね。はい、このベース、そんなに、ちょっとピリ辛な、どこにでもあるような。ちょっとね、辛いと感じたら、この大根おろしをね、かけていけば、ちょっと満足度が上がるかもしれないです。これあるのが、ごま塩と、このからしのパウダーが入れました。食べたら、ね、結構美味しいです。なんかちょっと辛いんですけどね。辛くないね。うわ、うまい。でこれで、はい、追加で来ました。
計が935円。よし、ごちそうさまでした。はい、というわけで今日はどんどん亭でお送りいたしました。まあ味的にはね、まあ、ファミリー向けですね。店の雰囲気とかもまあどうなんだろうな、まあ綺麗、めちゃ結構まあ綺麗なんで、まあデートとか、まあ女子で行ったり来たりとか、まあファミリー向けですね、どちらかというとね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。